はい、おはようございます。シャチくんでーす。よろしくお願いしまーす。では、上等トレーナーに初代ポケモンの強さを分からせてやった、この子でいきます。はい、石粒でね、岩石ポケモン。声がうるさいね。高さ40センチ。結構でかいな。重さ20キロ。頑丈な体が自慢。ガンガンぶつかり合ってお互いの硬さを競い合う。頭悪そう。非常に IQ の低い行動をとってますね。うん。40センチもあるんだ。初代のさ、お月見山かなんかの手前にいる女の子が、開いたみたいなセリフなかったっけ？石につまずいたと思ったら石つぶてだったわ、みたいな。そんな子いたような気がするんですけどね。はい、まあ行きましょうか。石つぶてさんで。いやー、ナンバーも74と。ってことは、ゴローニャで76。うん。ついに半分超えますね。体当たり。おぉ、思ったよりは耐える。2レベルだもん、相手。まあ、今回の旅はなかなか厳しいんじゃねえかなとか思ったりしてますけど、どうなんですかね。結局、弱地面タイプってなんか弱い印象なんですけど、でもまあ、ストーリー中では、上等ではそんな苦戦するとパッとは思いつかない。うん。意外とやれんのか。うわ、ひーって言えばライバルか。ライバルの御三家ですね。まぁ、ちょっと私、ひよってワニの子にしちゃったね、相手を。ちょっと、ひわだのベイリーフの葉っぱカッターはさすがに無理だなって思って、リフレクターもしてくるしね。まあ、してもよかったんですけど、ひわだでなんかね、40レベとかになってもね。まあ最悪、ゴローニャにしてしまうかもしれないし。でもなーって思ったんでは、ワニの子ぐらいにしときましたね。まあ、ワニの子ぐらいなら大丈夫でしょう。まあ、30までいかないぐらいで倒せんじゃない？それだけが不安かな。序盤のジムは余裕よね。種族値はまあ、なかなか高いんだな。HP が40。うん、まあ低いね。攻撃は80。攻撃80万だ。すげえな。で、防御が100。防御も100あると。で、特攻30、特防30。低っ。素早さ20。おーい。こないだようやく、ヒマナッツ終わったわ、押すね、こいつって思ってたのに、それより低いか。まあ、石と種だもんな。どっちの方が早いと言われたら全然わかんないな。なるほどね。素早さ遅いキャラちょっとそろそろやりたくねえのよな。防御高。素早さ8。ゴローンとかゴローニャになったら多少マシになるのかな。40、50にはなる？いや、なるわけないよな。質量上がってくんだから。まあまあまあ。で、水草4倍。白桃2倍。地面2倍。鋼2倍。氷2倍。弱点多すぎるよ。そうね。で、特攻も低いからね。レッド戦どうなんだろうってマジで心配でしょうがないな。まあ、関東までは結構いけそうだけどな、簡単に。力こそパワーですよね、この子は。技もまあまあ。いや、そうでもねえや。あんま強くなかった。覚える技はいまいちですね。あと素早さ遅いからここでニョロモにエンカウントしたら負ける。負けたかもしれない。捕まえるか。珍しく野生ポケモンを映しているぜ。これ、出てきたら負けですね。はい。あ。だよねー。じゃあ、今日ジム行きたいと思います。はい。ちゃんと負けたなー。あの後ね、ニョロも出てきたけど、なんか意外と、10ぐらいしか受けなかったな。うん。まあ、泡ぐらいだったら、そんぐらいと。
あ、そして今日ジム余裕じゃんって思ってたけど、ジムリーダーは、泥かけがあんのか。丸くなるもいらんでしょう。あ、3、急所か。急所で3か。さすが岩タイプ。これは余裕ですね。いつも辛い思いをさせられているこの鬼すずめさん。後発で仕留められる。そして、いやー、どうしよっかなー、ハヤト。あれだね。11で岩落としを覚えるから、岩落とし覚えたら結構さ、強いよね。この時点でね。あの、暗闇の洞窟だっけ？名前忘れたけど、この企業ジムの右にあるとこで石粒で出るけど、まあ、ハヤト対策としては、めちゃくちゃいいんじゃないですか？これなんか使ってた時期あったな。うん。でも別にチコリータ以外だったら別にご利用せるもんな。別にね。わざわざ石粒で使う必要ないような気もするけど。石粒ってなぁ、あんま思い出ないなぁ。あ、でもそうでもないか。初代の、俺絶対捕まえたな。一番最初。レッドバージョン買った時。お月見山で絶対捕まえたけど、なんで使わなくなったんだろう。多分ゴローンのまま四天王まで行ってないんだよな。途中でリストラしたんだろうな。カナダジムで使えなすぎて抜いたのかな。覚えてないけどね。もう、おい、オッパー2連続いいね。オッパー2連続はすごいぞ。なかなかテンション上がるな。ギャンブルだったら10分の1だもんな。俺今400分の1を出したってこと？ 8 レベル。あ、80レベル。あ、でもこれ次の、ハヤトのポッポで、いやでも微妙だな。あ、こんなとこで木の実使っちゃった。まあ、いっか。微妙だな。11レベルにしてから来てもよかったな。レベル上げるか。命中下がってから岩落としとか絶対当たんねえもん。ほら、この石っころに体当たりをされたるだけの鳩。石に、あっちの方がダメージ受けそうだけどな。こんなゴツゴツした石に立ってきたら。うん、翼さんはお疲れ。あー、レベル上げに行ったんだけどさ、マダツボミに勝てなくて諦めました。22ダメ受けたんだけど、鶴のムチ。無理だ、あれ。でも素早さ勝てねえし。おー、あれを見ちゃうとマジで無理だな。どうしようかな。まあ、でも一発は耐えるっぽいな、意外と。いや、でもレベル差倍で、一回耐えるだけだからな。泥かけね。あ、3ダメ。まあ、これも当てるしかないよ、これを。おい。もう命中は6段階下がることが確定してしまっているから、序盤で当てないと。よし。で、ピジョンには、岩落としがね、どんぐらいまで下がるのこれ。まあ、20% ぐらいになるのかな。おい、はぁ、最初の一発目は当ててほしかったな、普通に。あ、オッケー。いいぞ。ムカつくよなぁ、こんなとこで泥かけ。そもそもなんで飛行タイプの声のポッポとかが泥かけできんの？納得できないな、そういえば。もっとできそうなやつは、ができなくて、ポッポの泥かけってどうやるの？無理でしょ。泥掴むなんて。やれ！あ、オッケー、いいよ。そして岩落としを覚えると、いいね。11レベルでタイプ1、威力50の、岩落とし。なかなかいいんじゃない？はい。当たるわけない気がするけど。当たったら落ちるかな？さすがに無理かな。当たんない。そもそも当たらない。別にダメージないから、いずれ、ピピなくなるかも。あ、当たんないね。何発目で当たるか皆さんかけてください。今3発目。あ、ダメだ。11で岩落としはまあ強いですけど、岩落としって命中90もあったんだ。もっとないイメージあった。で、16でマグニチュードね。結構強いよね、あれ。序盤で覚えるなら。で、21で自爆と。マジでいらない。
デバッグ覚えるね。んで、26で硬くなるだって。6で丸くなる覚えんのに。マジで意味ないじゃん。当たんねえな。本当に当たんないまま終わる可能性があるな。てかこれ負けて最初のポッポを岩落として倒した方がいいんじゃねえか。傷薬だけいたずらに減っていくんだけど。はい。何発目 ?7 発目。うん。あ、俺12発目だな、多分。これで8発目。当たったー！はははは。なんだよ。倒せ！あ、マジかよ。正解は8発目でした。うん。あ、そして相手の泥かけの PP が尽きた。当てろ。もうただ当たらない体当たり、当たらない攻撃を永遠にやるだけだ。はい。で、31で転がる。36で地震と。まあ、今回は、まあ、さすがにね、転がる使うと思います。まあ、てか、自力で覚える場合は、まあ、ある程度ずるい技っていうかね、ヒート級の技も使っているんですけど。まあ、転がるは使わないと無理かな、多分。どうだろうね。まあ、とりあえずレッドのカメックスが無理すぎるなって思ってますね。まあ、あとはあんまり、わかんない。てか岩だったり覚えねえんだ、こいつ。あ、卵技だ。あー、そっか。技マシンで、いや、頭突きとか覚えるけどさ。先制絶対取れないしさ。あと一応爆裂パンチか。爆裂パンチで混乱さすとかもあるな。でも先制取れないからね。あ、やった当たった。投げよ。あと目ザッパか。目ザッパでいい物理タイプね。格闘とかいいんじゃない？でも悪タイプって岩、効くやつ多いイメージあんな。だったらなんだろう、他に。ゴーストとかがいいか。ゴーストいいじゃん。物理だしね。シャドーボール覚えねえんだこいつ。あ、まあ、あと一応泥かけか。泥かけも覚えさせられるからワンチャン使うかもな。あと何気に大文字と炎のパンチ覚えるっていう小金で買ってもいいかなって感じね、炎のパンチ。うん。まあ、とりあえず命中下げられてだるかったですが、よかったですね。ヒワナ行きましょう。はい、ということでヒワナジムね、行きましょう。ヤドンの移動はめちゃくちゃスムーズだったなぁ。アーボにもズバットにもドガースにもね、弱点つけるし。まあ、ただ道中の山男のワンリキーとね、野生のウパーにやられましたけど、あと、野生以外のトレーナーが使ってくるウパーにも、ウパー、うん、にもやられたけどね。いや、ちょっとやっぱ、なんでニョロモってそんなに特攻低かったっけ？泡が弱いだけか。ニョロモの泡を受けたときは、あ、これ意外といけんじゃんって思ったけど、一気にやれる気がしなくなったな。なるほど。まあ、一発耐えればいけるからね。さあ、ここのライバルは、アリゲイツか。マグニチュード10を出せれば勝てるんじゃない知らんけど。うわー、マグニチュード10か。え、つか水に対して地面が、のダメージわかんねえ。今一つだっけ。ああ。また怒られちゃうなー。キャタピーより遅い。12のキャタピーより遅い、石ころが。まあ、石だもんな。てか、ゴローに何レベルでなれるんだろう。ゴローになればさすがにライバルにも勝てるよね。あれ俺閉じ、ああ、またシティヘブンを開いてたら、閉じてしまった。一瞬、あ、毒になった。あ、25ですね。うん。ボローニャには、まあ、フーディンとね、カイリキーと同じく四天王前にね、進化させようと思っているので、ああ、25か。結構この辺のさ、敵が倒すの簡単すぎて、サクサク倒していきたいんだけど。もう進化しちゃうね、じゃあ。まあまあ簡単に。ありがたいな。
あと、転がるも、あ、転がる、ゴローンって転がる覚えんのか。まあ、一応、技マシンもあるけど。ゴローンになると、あ、覚えるね。うん。別に覚えるわ。自信も41だから、あ、てか、常にマグニチュードで、9以上、8以上、まあ、体力忘れちゃったけど、出せば、自信より強いでしょ。どうせ出ねえけどな。まあ、スピアね。かもじゃん。いや、岩地面タイプはほんと、途中まではほんといいんだよな、強くて。冷静に考えるか。冷静に考えて、アカネ大丈夫じゃん。で、まあ、エンジュも、まあ、呪いがうざいけど多分大丈夫じゃん。タンバか。え、タンバやばいじゃん。タンバめちゃくちゃやばいじゃん、なんなら。格闘&水じゃん。なるほどね。まあ、そこもマグニチュード10を2連続で出せば勝てるから。うん。まあ、怒りざるからのね。こうした、まあ、いっか。攻撃を耐えればいいだけだから。教授も大丈夫じゃん。大丈夫だな。やっぱり。息吹も、あ、息吹大丈夫じゃない。まあ、転がるゲーにしちゃうかもね、やっぱ。あ、トランセルよりは早いと。え、久しぶりだな、ここ。ヒワダめっちゃ簡単って。え、そうでもないっけ？パナッツ意外と簡単に倒したんだよ。あ、でもここまでさ、一撃で誇れるレベルは今まであんまいなかったかもな。この段階で岩か、このタイプの技ないと無理だもんね。他に何ある？不死に抜群ってなんだ？あ、思いつかないけど。4倍じゃん。お疲れ。外した。このストライク一撃はなかなかいないぞ。一撃で落ちる？あ、落ちるね。まあそりゃそっか。随分とまああっさりでしたね。楽しい。自爆。まあ覚えさせたいところですがね。まあ自爆、2世代目の自爆は相手の防御力半分にして計算するんだっけ？めちゃ強チート技ね。まあ連れもいるなら使いたいぐらいだけど。諦めましょう。まあそれで連続斬りね。連続斬りさ、ゴローニャが覚えるんですよね、なんか。どういう原理かよくわかんないけど。まあ、まあ使わないけど。連続斬りしてる最中にやられちゃうと思うんだよね。まあ、ライバル戦行くか。はい。そしたらライバル戦ね。いや、どうだろうな。いや、これあれか。逆に、ミスったかもな。ベイリーフにして、当倍の岩落としをした方が強かったのでは？強かったというか、一撃倒すのかな。ワニの子にした方が辛い説ある。まあわかんないけど行くか。まあ、最悪このゴースをね、倒しまくれるんで、レベルは上がり続けるんでね。なんとかなるでしょう。うん、まあそりゃそうよね。6だったけどな。めちゃくちゃ惜しいな、経験値。で、アリゲートですよね。まあやれることないんだよな。まあ泥かき覚えさせればあれだけど。あーまあだよね。40ぐらい受ける？ 52。10!6! あ、当倍か、やっぱ。あ、いけそう！マグニチュード次第でいけるな。9でいけんじゃない？ 8 でもいけそうじゃない？あれ、倍々になっていくよね、確か。はい。倍々ではなかったっけ？どっかから倍々ぐらいになるよね。あ、マグニチュード6だったから、まあ、運悪かったんで。あれ、最低がなんだっけ？最低6だっけ？なんなら。最低4だっけ？忘れちゃったな。前も教えてもらったんだけどな。10! 今じゃねえのよ。まあ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 。19章見たいですね、今回こそは。誰の時だっけ？ディグダか。ディグダの時だね。水鉄砲は外れないから、もう倒す以外に道がない。
やれ。はい、7。あー、6からの7ね。どんぐらいダメージ増える？あんまだな。やはり8以上、9か。9か10だな。9で倒さなかったらマジでだるいな。確率低すぎん？はい。はい、じゃあリゲッツからね。またゴースにね、マグニチュード9を出したよ。違うんだよな。なんか最初にさ、そういういいの出ちゃうと、その後出ないような気しない？なあなあ、急所でもいいんだもんね、でも。急所でもいい。じゃあ、しばらくね、マグニチュード出すところから続けますよ。はい。あら、なんか知んないけど怒りから入ってきたな。あ、10。な、油断してた。油断してた。倒すよね。オッケー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 。やっぱ急に訪れるよな、こういうのって。だから意外と早かったな。よかった。なんで怒りからだったんだろう。どの道倒してたね。次の水鉄砲も耐えてたんでね。はい。なんか知んないけどアホな行動してくれたんで助かったと。やりました。一撃で倒せない場合は変な行動してくるときあるからね。でもこのパターンは考えてなかったな。いや、今後のやつらもこういう変なことしてくれるかな。よし、ではお金ジムかな、行きましょうか。はい、ということで小金ジムね、行きましょう。サクサクですね。あけみさーん。最近お気に探し始めたけど見つからないよー。あけみさんみたいな人来てくんねえかな。いや、もうちょっと若い人がいいな。行きましょう、石ころ。あ、頭突きね、一応覚えさせましたけど、まあいらんけどね。あと穴を掘るも一応技マシン取ったけど、まあマグニチュードでいいかな。あとゾウ技どうしよっかね。転がるを使うのであればもう、まあでもレッド戦どの道丸くなるないと無理だと思うんだな。丸くなる転がるで、カメックス転生の爪待ちみたいな、ことにしないと無理だと思うんだよね。そうなんだよな。だからもう丸くなるは取っとかないといけないと。迷惑な話だ。正直覚える技はそんなにないから、岩地面、ノーマル、コア、炎をキープするだけなんでね、技。まあ、それでいいか。いや、でも爆裂パンチもあんのか。あー、悩ましいですね。でも素早さなーっていうか、素早さ遅くて特防低いタイプって本当、どうしようもねえよな。いつ使えるんだろう。物理受け的な、物理受け的なのでも使わないでしょ、岩地面タイプって。使うんですか？いや、銃めっちゃ出んな。どうなんだろう。あ、でもゴローニャってさ、あ、サイドンか。初代の時に誰か対策で入れるのサイドンだっけ？吹雪かなんか。ゴローニャは使われないのかな。まあ、いや、勝てるよね、普通に。どうなんだろう。ゴローンにするまでもないか。でも、永遠に踏みつけられたら無理か。あ、永遠に踏みつけられたら無理だな。ピッピね。うん。はい。どうしようかな。丸くなる取得必要あるかな。往復ビンタ。指を振る押されたら確実に草か水を出してくるから、往復ビンタしかしないでください。はい。で、ほらね、何してくんの。うわー。いや、でも水か草ではなかった。まだマシ、まだマシ、まだマシ。29ダメージ。あ、てことは倍だから、まあやっぱ4倍でも意外と耐えるな。もっと耐えれないと思ってた俺。ゲルタンクさんね。いや、これどうする。でも、転がる耐えきんのかな。丸くなっとく。はい。どんぐらい受けんだろう。あ、2か。これ最大火力までいったら、どうなっちゃうんだろう。
いや、もうこの転がってる隙に、ああ、外すんかい。転がってる隙に倒すか。8でどんぐらい与える？あ、いいじゃん。転がってこい。おい、外すなって。10! あ、10! 落ちるんじゃねえか、これ。マグニチュード運が良すぎる。やりました。そして進化ですね。なんだ、めっちゃ簡単じゃん。強いな。これはやっぱね、今からポケモン金銀をやる人はね、暗闇の洞窟で石粒という手に入れることをお勧めします。強いですね。あ、ゴローン。顔やば。顔やばい。あとめちゃくちゃ揉んでる仕草がやばい。手の。あ、煩わしいから泣いてるシーンは飛ばして、泣いてんじゃねえよ。いや、そうなんですよね。今日もね、まあ、お気に探しに行ったんですけど。いやー、今日はマジでちょっとまあ、辛辣な言葉が出ちゃいそうだからやめとこうかな。あんまりね、あんまりそういうの感じないんだけど、まあ、うん、まあやめとこう。今結構残酷な言葉口から出そうになった。あ、図鑑見ようかな。はい、ゴローン、岩石ポケモン、高さ 1.0 メートル、105キロ。なかなかだな。でも1メートルしかないって思うと可愛いね、結構。山道を転がって進む。スピードが速くなると大きな岩にぶつかって止まるのだ。迷惑だね。ちょうど半分か、これで。まあ、ちょうどじゃないか、151だから。半分がゴローンか。なんか閉まらねえな。はい。あ、よし、そしたら、いや、もう結構余裕だな。どうする？ライバル戦行くか。うん、ライバル戦行こうか。はい。そしたら焼けた塔ね、行きましょうか。ここは、行けんじゃねえかな。呪いがだるいけど。ああ、でも違うわ。水鉄砲あるか。クソが。水鉄砲なー。爆風にすればよかったなー、相手。まあ、またマグニチュード頼りだよねー。まあでもこっちも進化してるんでね。いけるんじゃないかな。あ、でね、種族値ね。HP が55、154。15増えてるね。攻撃95、41。15増えてるね。防御も115。15増えてるね。これ先生の爪も出してます。はい。あはですよね。あの、1AK 倒すから関係ねえんじゃねえかな。多分全員地域だよね、これ。呪い関係ないですね。そもそも1AK 倒さないともう勝てないんでね。うん。で、特攻特防が45と15上がってますね。素早さ35。いや、これは5しか上がらんのかい。素早さは全然上がってない。何なんだよ。35か。いやー、くーん、倒せ！あ、オッケー！やるだろう！やるでしょ！全然やるでしょ。あ、はい。こういうことなんだよ。マグニチュードで高いの出すだけなんだから、こんなの。簡単よ。これも余裕。ズバッと81の渋位置だから20ぐらい受けんのか。岩落とし外したら負けちゃうけど。大丈夫か？大丈夫だよね。はい。あー、びっくりしたー。すごく余裕。よかった。もっと苦戦すると思ってたな。あ、丹波かな、苦戦するなら次。呪いもさ、別に 1AK 倒すから何にも怖くないよね。ってことは、炎獣ジムも怖くないのでは。でも眠らされるとだるいか。まあ、炎獣ジム行きましょうかね。はい。ということで、炎獣ジムね。太鼓さん以外は倒しましたよ。太鼓さんだよね、これ。まあ、一撃ですね、もちろん。マグニチュード6でも大丈夫だったな。まあなあ、だからここ、まあ、とにかく、麻痺か眠りにならないことかな。いや、なんだったら、舌で舐めるで、あ、麻痺のまま行けばいいんじゃない？いや、毒か。麻痺か毒のままさ、突っ込めば勝てるんじゃない？これ。まあ、どこでそうすんのって感じだけど。そうすれば眠らせられないからね。まあ、痺れた瞬間、やばいけど。
うん。あと、ゴローンの後ろ姿ちょっとやばくない？ただの、ただの土手だよね。土手というか、なんだ。岩場？海とかにある岩場でしかないな。名前石っころだしな。でかい石っころになったな。なんか思った以上にやれて本当に嬉しい。いや、ここ最近本当辛かった俺は。辛い戦いが多いな。そんな中、この子はだいぶやれているね。まあ、そんなこと言ってると大体レッドで苦戦するんだけどな。まあ、とりあえず、名前忘れちゃった。松葉か。松葉を倒してね、終わりにしましょうよ。先生の爪、玄関と発動するか。いや、最初の呪い立ってくるやつで発動してもいいな。呪われない状態だったら別に玄関に行っても全然問題がない。行こう。勝て。よし。先生爪かな。先生爪だよね、さすがに。いいね。呪われなきゃとても嬉しい。ほんで次は、ゴーストだよね。こいつも呪いあるよ。ここで呪われるのちょっと嫌だぞ。はい。ああ。ふぅ。でも次で先生の爪出せばいいだけだからね。催眠術に当たるとね、ややこしい話になるんだよな。経験値567だって。あれ、ゲンガ後回しだ。珍しいパターン。何していくんだろう、これ。ナイトヘッドか。下で舐めるで麻痺してくれればよかったのに。やっぱ状態異常で来るがいいような気がするな。6で来たらもう負けないもんね。それぐらい、頭のいい作戦を使ってみたかったな。思いついてはいるけど、ちょっとめんどくさくてできない。ここで先生の爪を引けばいいだけ。脳筋プレイ。いけ！あ、はい、勝ちましたー。避ければいいんだから、催眠術なんて。そう、避ければいいだけなんだから。はい。ということで、ずいぶんあっさりだったなー。まあ、めちゃくちゃ強いですね、今のところは。まあ、パート3で終わるのであれば、あ、どの道や息吹までか。まあ、やるか。まあ、ニョロボンの波乗りとね、キングドラいるのでどうなるか分かりませんが、頑張っていきましょう。行きましょう。行くのでよろしくお願いします。はい、そんな感じでいつもご視聴ありがとうございます。コメント高評価も本当にありがとうございます。また次回もよかったらよろしくお願いします。バイバーイ。